我们今天我们来玩阴阳师唱呵呵加猜字。ここは空に一番近い場所。氷に閉ざされた。何もない。寂しい世界。雪山一族だけがここで天井に住まう神を奉仕している。聖なる炎から生まれた私は神に仕える。そしてここを守るのが仕える。心が乱れた。己を理解。務めを忘れ、続き。吹雪は止まない。神の声だ。この団長は本当のものに一つもない。私は聖女だ。自分の感情をずっと抑えて御神官に明るい神を抱えて結局ここは愛されるならば、いっそのこと心を捨てて暴れまくって炎に心を委ねてしまいたい。そう、心が灰になれば私を縛るのに泣く。大司祭、雪はいつ止むの？この道が炎に照らされた暁に雪は止むであろう。修正のご主人と誓う式神の琥珀です。もう生命様ったら何をぼーっとしてたんですか？もしかしてまた記憶をなくしたことを気にしていたのですか？いや、少しばかり神楽のことを考えていたが。神楽様ですか？あの日記憶を失った生命様が連れてきた不思議な子ですよね。琥珀にはあの方が何を考えているのかよくわかりません。生命は神楽様、別に琥珀は悪口なんて言ってませんよ。どうかしたのか神楽。生命にお客さん、それもとびきり変なのが。頼もう。うわ、なんですか？貴殿が阿部の生命という恩名字、友の仇、いざ見つけたり。何のことだ。我が名は犬の身、貴殿がそこの獣の主という。獣って琥珀のこと？確かにこの子は生命の式神だけど。ならば問答無用よ。いざ覚悟。うわ、大変です。生命様、こちらも式神を呼びましょう。さあ、私と共に戦ってくれ。活動したいスキルを選んでください。消費スキルを発動するターゲットを選んでください。行くぞ。ジュフタイム。バッソン！琉球に寄り添いを。大丈夫ですか、生命様？問題ない。どうやらかなりの霊力を持つ鬼のようだ。陰の気、怨念に取りつかれ、その力が増している。友の仇、憎き陰陽師め。まだやるというのか。我が恨みの一本、その身に受けよう。ダメ、生命は殺させない。これは呪術、神楽様にそんな力が。ダメだ、神楽、それ以上殺してしまえ。神楽、大丈夫か？これくらいの傷なら、どうせすぐに治るから。すごい、もうほとんど治癒してます。これは一体よくわからない。私に宿るこの力が何なのか。ひとまず怪我はもう問題ないようだ。だが、あんな無茶は二度とするな。うん、ありがとう、生命。目が覚めた？いきなり襲われたら驚くわ。まずは話し合いましょう。そうよね、生命。どうやらわしの負けのようだ。さあ、見るなり焼くなり好きにせえ。すまぬ、我が友の雀よ。どうやら仇は取ってやれぬようだ。先ほどから一体何のことだ。全く身に覚えがないのだな。それでどうしていきなり襲ってきたの？あくまで白を切るというか。ならば教えてやろう。わしがここに乗り込んできた理由をな。それは、そこの獣が我が友のスズメを食らってしまったからだ。え？もしかして琥珀のことですか？ああ、しかも残酷にも生きたままバリバリと。とも残らなかった。どうだ陰陽師よ、お主がそこの獣に我が友を食らうよう命じたのであろう。琥珀、本当にお前がやったのか？そんな生命様、この琥珀を疑うなんて。つまり誤解？もちろんです。生命様は信じてくれますよね。問題はどうやってあの者にそれを納得してもらうかだ。生命、私に任せて。
もし本当にそのスズメが食われて死んでしまったのなら、なんとかなるかも。なんとかって、一体どうするんです?わかった。カグラに任せよう。一度だけ、身の潔白を証明する機会をちょうだい。身の潔白だと?そのスズメが食べられた場所まで、私たちを連れて行ってほしい。それでわかる。もし本当に生命がやったのなら、私の命も一緒にあげるから。今一度起点に問う。お主が命令して、そこの獣に我が友を食わせたのではないのか。全く覚えがないが、本名字として、神羅万象に誓おう。こっちだ。ついてこい。分かってもらえたんでしょうか。さあだが、それでカグラ、一体どうするつもりだ。見つけさえできれば、あとは私が話すから。生命様、先ほどの戦いちょっと危なかったですよね。ここは陰陽師として式神を召喚してみましょう。大丈夫です。カグラ様の助けがあれば、力を失っている今の生命様でもちゃんと召喚できますよ。召喚してて覚えていますか。この世には幽霊や妖怪といった鬼、陰界の住人たちがいて、普段は山や川、都のあちこちに潜んでいるのです。生命様みたいな陰陽均衡を保つ力を持つ陰陽師は、その者たちと契約を結び召喚することができます。装置機神召喚にはいくつか種類がありますが、まずは基本の召喚法を試してみましょう。決めた。趣味だ。さあ、レイフに樹の文様を描いて式神を召喚してください。その時には救急如立寮の祈祷も忘れなく。わかりません。救急如立寮。よかった。呼び出した式神が手伝ってくれればうまくいきそうですね。そうだ、ついでに他の召喚法も試してみましょうか。遠いぞ。樹の文様は式神との契約の印ですから、間違わないようにしっかり描いてくださいね。まあ、じゃあ死んで。よっと、しゃ、救急に追いつけ。こういうことだし、歩道などあるはずないだろ。おー、すごい式神を召喚しちゃいましたね。さすがは生命様。すべての式神は星6にまで進化させることができます。どんどん使って育ててあげてくださいね。ほんと、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 ここが、そのスズメが食われた場所なのか。ああ、その通りだ。骨の一つも残ってはおらぬがな。それで一体、ここで何をするつもりなのだ。まずは調べてみましょう。何か痕跡があるかもですよ。気をつけて、生命。どうやらアッキーもたくさんいるみたい。目覚めろ。起きました。戦場にいるキャラクターの行動順序は、すべて行動ページに表示されています。いいぞ。ジュフタイム。鬼火は、スキル発動のために必要なエネルギーです。鬼火は、スキル発動のために必要なエネルギーです。まず、発動したいスキルを選んでください。琉球に寄り強い。それでカグラ、一体どうするつもりだ。ひとまずスズメの死の痕跡を探しましょう。生命様なら見ることができるはずです。人ならざる者たちの存在を。確かに人ならざる者の気配がするようだな。よし、ここは見てみましょう。生命様、少年しゅにゃお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 。生命様、道端に何かが寝ていますよ。猫。どうやら化け猫のようだな。あやつは救命猫だな。いつもぐうたらしておる。いけつかんやつよ。犬臭いやつが悪口を言ってる気がするけど、今は眠いから気にしないにゃん。どうする。道端で寝ていては往来の邪魔だ。切って捨てるか。放っておきましょう。ひとまず害はなさそうだし。そうですね。他を探してみましょう、生命様。お腹いっぱい、命もいっぱいだにゃん。ゴロ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 。何かの羽みたいですね。これは、間違いない。スズメの羽だ。まだかすかに残っているみたい。これならいけるかも。何をするつもりだ、カグラ。この世に未練を残すものよ。どうか、その声を聞かせて。そのスズメとは仲が良かったのか。ああ、わしもかつてはやんちゃでな、人を襲うような狂犬だったこともある。何も信じず、ただ暴れていたわしに信頼というものを教えてくれた者がいた。それがスズメ。あやつの信頼に応えるために、わしは自身を抑える術を磨き、良き鬼に生まれ変わったのだ。大切な思い出なんですね。貴様がそのスズメを食らってしまったがな。だから誤解なんですってば。これは一体。これはもしや霊媒ですか。あれ、犬神さん。お主は、まさか、スズメなのか。あ、そっか、僕、死んじゃったみたいですね。スズメよ、聞かせてほしい。そうだ、お主を食らったのは、どんな獣だったのだ。食べられた獣。そうだ、僕、誰かに食べられたんでした。突然だったから、あまり覚えてないですが。なんでもいい、思い出してもらえないだろうか。琥珀じゃないですよね。あ、そういや、確か頭に尖った耳があって、尻尾も2つありました。尖った耳、尻尾が2つ。やはり貴様が犯人ではないのか。違いますよ、
それから、そうだ、やたらとニャーニャー言ってたような。私もほば、どうしやのうと、ほめしゃちんちゃん、バイバイ。谢谢广大。剪辑：小逆。拍摄：小逆。最后别忘了点赞、关注、评论、收藏、投币。